どうも、ハタナカです。どうも、ハタナカです。ハタナカチルドレン協会のゴミです。今回はね、第1弾、妹の机の上にあった本を読もう。ちゃんと拍手しろ。今回はね、エリートジャックっていうね、このね、本ですよ。ハタナカです。バカ野郎。ハタナカじゃなくて、アタナカの。鶴の恩返し。キモくねえめ。じゃあまあこのね、今からね、エリートジャック2巻読んでいきたいと思います。おお、もうみんな来てるよ。お父さん、他のお父さんたちはもう学校に来てるんだよ。お父さんもユリアの授業に来てよ。ごめん無理。大人にはな、仕事ってものがあるんだよ。行きたいけど涙をこらえて仕事を先にするときもあるしさ。手を動かしてくださいだって、うん、ぶっちゃけユリアの学校苦手なんだ。学校苦手だよ。この学校おかしいよね。金髪、なんか目が異様にでかい。顔の半分目じゃんこれ。でも仕事切り上げて遅れても行くようにするしな。大の大人が学校苦手って何さ。お待ちしておりました。お忙しい中、第67回オメガ高校授業参観日に足をお運びいただき誠にありがとうございます。生徒会に行こうとして生徒会と同時に誰かお見せください。ね、これオメガ高校とかおかしいでしょ名前が。そんなことよりも藤井くんだろ。ちょっと待って、喋るバカ。